はい、どうもこんにちは、タテユです。最近戦力外やら FA やらメジャー挑戦やらで続々と選手が来年からいなくなったりします。皆さん A ランク集めてますか？この戦力外だったり FA だったりの、気がついたらいつの間にか排出停止になりますからね、注意してください。もうそろそろ私立完全移行になりますんで、今しか手に入らない A ランクもちらほらあります。なんで私 S ランクは貯めてますけど、 S ランク 10% とか 30% も片っ端から引いて、 FA しそうな人たちとか戦力外で取りそうな人たちとか片っ端から集めてます。とりあえず全員楽天来い。はい、ということで今日の動画は、来年おそらくメジャーに行くであろうこの森の都の守護神使っていきます。はい、超強化されたアニバ大地さんより松井選手でございます。はい、いやー、今回のアニバで一番シリワンから強化されたと言っても過言ではないでしょう。いやー、もう来年からメジャー行くんでね、タイトルも取りましたけど、多分メジャー行くってなればタイトルホルダーも出ないんで、このアニバに出てくる松井さんがおそらく私立、いや過去最強の松井さんになると思います。はい、というのも皆さん、彼にはこのアニバで超タイピンチがつきました。もともとタイピンチだったんだけど、超タイピンチと、もうこれ以上強化しようがありませんね。いや、なんかあると思うけど、いやー、これついたことによりかなり強くなりました。はい、一応私この通信網を持ってる2020年シリー2の松井さんを未だにずっと使ってたんですよ。2023年シリー1のエキサイティングの松井さんも十分フォークが A になったりして強いんだけど、俺はずっとこっちを使ってた。でもさすがに超タイピンついたら、さすがに世代交代やろうと思いまして、今回使っていきます。はい、でもこれ正直写真今のアニバに変えたらワンチャン騙せんじゃねえかと思ってます。そういうせこいことは後でやります。はい、まあとりあえず能力をちらほら見ていきたいと思います。勝負は失敗しました。勝利の下メジャー行く前につけさせてくれませんでした、ふざけんな。で、球種がこんな感じ。まあシリワンとあんま変わってないですね、球種自体は。ただもう超タイピンつったらやばいよこれ。フォークがもう千賀並みで、スラブが宮西並みで、スライダーが山岡並みで、カーブが岸並みに曲がります。もうただのキセリオタですこいつ、完全なるコピー人間で、それ超タイピンついたらもう化け物になるわけでしょ。最強。まあイメージとしてはモイネロに近いのかな。うん、モイネロより、まあ俺は強いと思うけど。ということで今回この松井さん使っていきます。それでは試合いきましょう。はい、ということで対戦よろしくお願いします。はい、で先行なんでちょっと点取ってから、まあ最初はどっかのピンチで出してあげたいっすね。はい、ピンチで1イニングやっていきましょう。はい、今日も京都で、土曜日の朝6時からやってます。クソ強い人しか来ないです。そしてなんかタッチペンが反応しないです。充電されてませんでした。ちょ、これ検視いいかな。よし、いくぞ。さあ、いい感じピンチを作れたんでいきますか。早速、はい、降臨新松勇気、お前しか見せてくれ。さあ、いきなりタイピンが出た。めちゃくちゃ能力を引いている。すんげえ能力引いたね。早速このフォーク一発決めちゃおうか。どんくらい落ちるんだこれ。いや、やばすぎ。ちょっと今のはえぐいな。とんでもねえとこから落ちたよ。でも一応これ線画と同じ、タイピンが出た線画と同じ変化量。いや、えぐい。おい、そこなんでゲット取んなかった、お前。懲罰していいかお前。さあ、またまたタイピンチが出ました。フォークしか投げてない。じゃあとりあえずスライダー行こうか。効果が出たか見てないけど、とりあえずここら辺だけど、やべえなこれ。これ山岡より曲がってるよなこれ。じゃあここら辺とかどうよ。ああ、曲がりすぎた、やばい。ダイヤネース天久高専のスライダーみたいになってる。スラブ行ってみようか。これやばいかもしれない。うわ、えぐ。変化量 A でしょ、ほぼ宮西。ちょ、カーブ行ってみようか。じゃあ同じとこから。これがほぼ騎士でしょ。いやー、えぐいな。そこのスライダーカーブ出し入れ、えぐい。どうしよっか、まっすぐ行こうか。じゃあインコースここら辺決めたれ。あ、ごめんなさい、普通に打たれました。マジかよ。スライダーな、じゃあなんだよ、ストレート投げなくてよかった。オッケー、ゲッツやろ。おお、タイピン出ろ。おい、タイピン出てくれよそこ。まあでもこれタイピンかタイピンかじゃないかでかなりややこしいと思うんだよなこれ。おい、いや、いいですね。
調子こいだけどよかったわ。はい、ということで2戦目よろしくお願いします。今度はちょっと頭から最終回出していきましょうかね。はい、ではちょっと早速普通に失点したんですけど使います。頭からいきましょう。新松井頭から使えてこそ真のクローザーなんで、ちょっとミスったかもしれないですよ。いや、いいね、いいね、いいね。普通にね、変化量 A はバカなんで、全然頭から、あ、それやめた方がよかった。さっきと同じミスだ、これ。あ、はいはいはい、そういうことね。おいおいおい、超タイピン持ったのに、お前、ピンチもお前、作れ、なんて言えばいいんだ、わかんない。あ、やっぶね。普通に調子こいだ、今の。へいへい、あ、おそこアウトにしろよ。ちょ、ふざけんな今のは。おい、クソボール玉やんけ。あ、素晴らしい監督が来ましたね。おい、タイピつけよバカ野郎、ふざけんな。じゃあもうこのヤバいスライダーをぶち込む。あー、曲がりすぎ。もう最初から曲がりすぎ。タイピついたんやけど曲がりすぎ。で、これがいい感じに。あー、はいはい、オッケーオッケー。全然手出してくれません。じゃあここのカットボールに手出してもらいましょうか。あ、それ手出ない。やべ、どうしよう。行くか、これ。150何キロか分かんないけど、詰まる。あー、詰まりすぎ、それ。それ、球やりすぎ。さあ、来ました、来ました。もうこれ、ゲッツー狙っていきます。どうしよう、ちょっとカッ、変化量がアップしてカットボール使ってみるか。それ、ちょっとやばいかも。あー、いいね、いいね、いいね。ちょ、サークルチェンジ行ってみようか。マジであんま投げたことない。あー、いいね、いいね、いいね。変化量やばすぎて全部見逃されてるからちょっとどうしようか。もうシンプルにここのフォーク落ちなくてもいい。あー、 OK、 タッチアップです。まあこれは仕方ない。ボール球ヒットっていうクソみたいなあれがあったから仕方ない。相手広角出てる。あべ、引っ張り警戒しておけばよかったな。ここのコースこっちヒットにしていくから、それは聞いてね。おい、そこボール球するよってやったんだけど。取れ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 。おい、ふざけんなよ。やべ、スタミナ。なんでタイピン出ないの。おい、じゃあもう一球このスラブな。入った。 OKOKOK。 ややこしいね、そこ。はい、いや、今のはミスりました。普通にごめんなさい。はい、というわけで3試合目ラストは楽天純正でスーパーウルトラアルティメットアニバ松井駅でいきます。いや、ちょっとさっきの試合ね、マジミスりました。本当にあのツーシームの方しか俺使ってないからマジわかんねえんだよ。シルワンの松井駅もガチで変化量把握してなかった。本当すいません。本当はもっと強いです。よし、行くぞ。フルパワー松井駅最終回抑えろ。3点差守り切ってこそ守護神頼むぞ。タイピンなんかいらん。抑えろ。それ激甘。危ない。シンプルミス今のは。もう脳死でアウトコースにフォーク投げてりゃどうにかなると思ってるバカだからさ俺。この松井駅の印象、まあそんな甘くはねえんだわ。このスライダーが想像以上に曲がるわマジで。このカットボールとか勘違いして振ってくんねえかな。それとか、あ、スライダーじゃ普通にインコースに刺す。いいね。俺結構退治した時これうぜえと思ってんだよね。あ、これタイピン結局出ないんで終わるわこれ。おい、やっぱタイピンなんかいらねえんだよ。抑えろ普通に、まあ、普通に抑えてこそちゃんと使える投手ですから。相手4割くらいだよね。ごめんなさい、タイピンの出番が必要になりそうです。ちょ、秒速でフラグ解放するのやめてくんねえかな。さあタイピン、これ絶対大打数渡さなかった。ちょ、さっきはミスったこのスラーブをこの位置から曲げるやつやりたいけど、まずはカットボールで。これ勘違いして振ってくんね。ほら振ってくれた。これ超強いと思う。ありがとうございました。はい、ということでいかがだったでしょうか。新松井ゆきさん、いや松井ゆきって、まあ、楽天人生はみんな使ってんだけど、
12球団的にはみんな使ってるんですかね、結構優先して入れてるんですかね。まあ抑えて、抑えて強いやつって誰なんだ、ちょパッと見誰だ思いつかね、佐々木和弘結構昔だなそれ。いやーでも多分今回のアニバ絶対取る人いっぱいいるし、まあ運よく当たる人も絶対いるんで、こんな感じで使います。ちょっと配球見せりましたけど、あとね、まあ俺普段もうオープニングで言ったんだけど、ツーシーム祭りの方を優先して使ってるから、ほんとこれ、この松雪マジあの V ロードとかの出番でしか使ってもねえんだよ。強いっすね、普通にこっちの方強いと思うもう通信祭りはやはり時代遅れだ。まあ普通に強いけどね。まあ来年からおそらくもうオファー来てるからね、メジャーから多分いないんで日本に。楽天ファンとしてはすごく悲しいことですが、まあ最後の最後にこんな嬉しい評価をもらってね、とても嬉しい限りです。メジャーでも頑張ってくれ。やった、はい、ということで今日はアニバ松井ゆきさんの動画でした。ここまで見てくださってありがとうございました。それではバイバイ。